コウヘイ TV 始まるよ。皆さんこんばんは、コウヘイです。本日の動画は新型ベルファイアのモデリッサエアロの話とかをしたいと思います。で、昨日40ベルファイアの中古車の動画を配信させてもらいましたので、見てもらえると幸いです。説明欄とコメント欄にリンクを貼っています。ご視聴よろしくお願いいたします。それではモデリッサエアロのサイトを開きます。ポチッとな。皆さん出てきました。見ていきます。私は初めて見るんですけども、いくらするんだろうな、気になりますね。お、結構いいお値段しますね。モデリッサエアロパーツセット塗装済みで支払い総額40万7000円します。40万超えですか。新型アルファードのモデリッサエアロよりも高いですね。確か40アルファードのモデリッサエアロは塗装済みで36万8000円ぐらいだったと思います。三菱のミニカが買えますよ、40万円出したら。やっぱりモデリッサエアロパーツは高いですね。で、フロントスポイラーがこういう風な感じになってるんですね。下側に行きます。サイドスカート、おーほーほー、こういう風な感じになってるんだな。リアスタイリングキットがこういう風な感じになってますね。ここにこうメッキが採用されていますね。下側に行きます。出てきましたよ、シグネチャーイルミブレード93,500円となっております。このシグネチャーイルミブレードすごいですね。なんか色が綺麗だな。こういう風な感じになってるんですね。このブルーのライトの中にきめ細かい白色の粒みたいなのがバーッと入っていますね。実写のシグネチャーイルミブレードを見たら綺麗かもしれませんね。イルミルーフスポイラー青色になっています。で、ここがメッキになっているんですね。ほうほう、こういう風な感じになってるんだな。新型アルファードも青色でしたよね。下に行きます。終わってしまいました。今回のアルベルのモデリッサはベルファイアの方に力を入れてるんですかね。どうなんでしょうか。ボディカラーはプラチナホワイトパールマイカよりブラックの方がいいかもしれませんね。やっていきますね。モデリッサエアロパーツセットをつけます。ちょっと見にくいかな。いきます、皆さん、3、2、1、はい。どうですか、結構変わりますね。ごついな、モデリッサエアロをつけたベルファイア。外してみます。うお、全然違いますね。つけます。モデリッサエアロをつけたらかなりいかつくなりますね。これ下すらないのかな、結構その辺がね気になりますね。クールシャインキットっていうのもあります。皆さんつけてみますね。あとこのシグネチャーイルミブレードとかも全部つけますね。つけます。20インチのアルミホイールタイヤセットもつけます。皆さんどうですか、すごいな。これ全部つけたら総額いくらになるんでしょうか。60万は超えますよね。すっごい。リア見てみます。はい、こんな感じになっております。ベルファイアのモデリッサの力が入っていますね。すごい、いかつすぎます。色変えてみます。すごいなあ。私はモデリッサエアロパーツ装着車の新型ベルファイアを見たことがないので、そろそろ見てみたいですね。皆さんはモデリッサエアロパーツをつけた新型ベルファイアどうですか。これは個人的な意見になるんですけども、私はモデリッサのエアロをつけない方が良いですね。モデリッサエアロパーツもかっこいいとは思うんですけども、こうつけてしまうとかなりごつくなってしまうので、こっちの方がいいですね。あと新型アルファードや新型ベルファイア、まあ新型クラウンセダンもそうなんですけども、最近の車は昔の車に比べてもうエアロをつけなくてもかなりかっこいいと思うんですよ。完成された車となっていると個人的には思っておりますので、もうね、その完成された車にもうさらにね、こういう風な感じでモデリッサのエアロパーツを装着しなくてももうかっこいいんじゃないのかなと思います。まあ車と女性は好みが分かれますよね。皆さんはノーマルとモデリッサエアロパーツを装着したベルファイアどっちが好みですか。
もしよかったらコメント欄に書いてください。よろしくお願いいたします。このモデリッサエアロパーツはガンダムが好きな方は良いかもしれませんね。かなりごつくなりますね。次はこっちを見てみたいと思います。どういう風な感じになってるんでしょうか。モデリッサエアロパーツセットスモークメッキ塗装済みで42万3500円となっております。高いですね。すごいな。スモークメッキになっているんですね。サイドスカートがスモークメッキに。リアスタイリングキット、スモークメッキに変更されていますね。下側に行ってみます。フロントグリルが出てきました。こっついな、このフロントグリルも。塗装済みで14万3000円となっております。ああ、いい値段しますね。スモークメッキになっておりますね。9万9000円です。すごいな、いろいろとありますね。塗装済みで14万8500円となっております。これフル装備でつけたらいいお値段しますよね。下側に行ってみます。終わってしまいました。アルファードよりもベルファイアの方が結構なんかいろいろとなんか種類があるような気がしますね。クール社員キットをまずつけてみます。こんな感じになっております。すいません、見えなかったかな。いきます。装着します。フロント部分はこうガッと。で、サイドはね、こうついていますね。かなり変わりますね。つけてみます。モデリッサエアロパーツセットもつけてみます。すごい、やっぱり雰囲気が変わりますね。あとこのフロントグリルとか全部つけてみますね。20インチアルミホイールタイヤセットもつけてみます。皆さん見てください。どうですか、プラチナホワイトパールマイカとブラック、どっちがいいですか。リア、おお、ごついな。このブラックの色にモデリッサのエアロつけたら、もういかついと言いますか、怖いですね。すご。ここまで変わるか。そうだな。これはフロントグリルをパッと今外したんですけども、外した方がかっこいいような気がしますね。フロントグリルつけてみますね。皆さんどうですか？どっちが好みですか？やっぱり私は、もうこっちの方がね、かっこいいような気がしますね。先ほども言わさせてもらったんですけども、最近の車は本当にね、もう純正でもかっこいいですよね。見てみます。GR エアロパーツセット。塗装済みで42万3500円となっております。GR エアロパーツセットもいいお値段しますね。これもミニカが買えちゃうな。GR フロントスポイラー。下側に行ってみます。GR サイドスカート。GR リアバンパースポイラー&GR ドレスアップマフラー。GR スポーツサイドバイザー。1台分36,300円となっております。GR20 インチアルミホイール&タイヤセット。1台分43万4500円です。これは、新型アルファードでもありましたね。GR パフォーマンスパッケージ。297,000円、ハイブリッド車が、ガソリン車が258,000円となっておりますね。こういう風になんかいろいろとね出されていますね。どうなんでしょうね、このパフォーマンスダンパーとかをつけたら変わるんですかね。まあ変わるから売ってると思うんですけども、私はつけたことがないので分かりません。 GR ロックボルト1台分5,500円、いろいろとありますね。終わってしまいました。 GR のエアロパーツはモデリッサのエアロパーツと比べて結構シンプルな作りになっていますね。私はどっちかって言ったらこの GR エアロパーツセットの方が好みです。はい、次はクール社員キットを見ていきます。ポチッとな。クール社員キット、これは1でいいのかな。支払い総額20万5700円となっております。結構しますね、クール社員キットも。クール社員キット2、こういう風な感じになっております。16万9400円となっております。フードガーニッシュ36,300円、サイドドアガーニッシュ36,300円となっております。車パーツは一個一個高いですよね。フェンダーガーニッシュ41,800円や、ミラーガーニッシュ18,700円となっております。おお、すごいたくさんありますね、本当に。リアクォーターガーニッシュ36,300円。
バックドアガーニッシュ36,300円、20インチアルミホイル&タイヤセットが434,500円です。終わってしまいました。皆さん購入されるとき結構つけるんですかね、ごっそりと。どうなんだろうな、気になりますね。次はこのモデリスタパーツを見たいと思います。マルチカラーインテリアイルミネーション、価格は71,500円です。このマルチカラーインテリアイルミネーションは新型アルファードにもありましたよね。 LED スマートフットライト、これも新型アルファードにもありましたね。ラゲージ LED 24,200円やカットフィルム1台分27,500円、3シェードが出てきました。モデリスタの1台分24,200円やスマートクッション等と9,900円。他の動画でも言わさせてもらってるんですけども、これいいですね。下側に行ってみます。あとは何が出てくるんでしょうか。ドアハンドルプロテクター1台分6,600円やセキュリティ付きナンバープレートボルト1台分6,050円。終わってしまいました。いろいろとねパーツがありますね。こう見ていると、あ、これも欲しい、これも欲しいってなってしまいますね。私だけでしょうか。イルミネーション綺麗ですね。次はこの TZ を見たいと思います。電子インナーミラー型ドライブレコーダー、駐車監視なし59,400円と、駐車監視あり65,381円です。その他にもコンソール、ボックス、インナートレイとかがありますね。3,982円となっております。下側に行ってみます。リアマルチボックス、この辺も新型アルファードと一緒ですね。2,486円。サイドボックス、ゴミ箱、運転席用5,984円、助手席用4,983円、パソコンテーブル5,918円と。で、確か新型アルファードや新型ベルファイアにはテーブルがついてませんでしたっけ。純正かちょっとオプションかわからないんですけども、なんかついてたと思うんですけどもね。なのでこれはいらないかもしれませんね。ビーズクッション1個5,170円となっております。ビーズクッションも結構いいお値段しますよね。この TZ のロゴが入っているので高いんでしょうか、それとも質がいいんですかね。下側に行ってみます。まあこう見ると車パーツは本当に一個一個が高いですね。災害時とかで活躍してくれるアイテムとかもありますね。いろいろとね入っていますよ。ホイッスル、ライト、まあマスクとかね、タオル、軍手とかが入っていますね。7,150円となっております。公平 TV で、新型アルファードとベルファイア、どっちかをね、1台所有していたら、かなり便利だとは思うんですけども、40Rベルは、本当に価格が高いですよね。ぶっちゃけ、私のね、貯金がね、まあ今、4000万とか5000万あったら、アルファードかベルファイアを購入したいですね。まあ、あとは、新型クラウンセダンか。そのね、車もね、買ってね、YouTube でね、動画配信したいんですけども、このね3台は本当に高いので、今の私の力ではどうあがいても購入できません。最近は 40Rは街で見かけますよね。ベルファイアは大阪で1回見かけました。ブラック色でね、かなりいかつかったです。どういう方が乗られているのかなと思って運転席を見たんですけども、若い男性の方が乗られていました。20代前半ぐらいの方だったと思います。少しね、羨ましかったです。皆さん、モデリスタエアロパーツ、いかがでしたか？個人的には、新型ベルファイアにエアロをつけるのであれば、モデリスタエアロよりも GR のね、エアロをつけた方がかっこいいなと思いました。先ほども言わさせてもらったんですけどもね、新型アルファードやベルファイア、あとは新型クラウンセダンか、もうその車はかなりね、完成されていると思いますので、まあぶっちゃけエアロパーツをつけなくてもかっこよいかなと個人的には思っております。また新型ベルファイアの動画も配信させてもらいます。今日の動画はこの辺で締めたいと思います。で、皆さん言うの忘れていました。今日はクリスマスですね。素敵な夜をお過ごしください。最後までご視聴ありがとうございました。浩平でした。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。最後までご視聴ありがとうございました。